工学部か、うん、君にしかできない技術があるんだぜな、杉田さん梶田さん、SP 田中さんゲストの早見さんこんばんは。こんばんは。最近弟が声優さんのモノマネをするようになり自分でうまいとか思ってるんです。おやおや、こんな弟に対してうまく接することができない僕にワンチャンスありますよねって。うん、気持ちはわかる。なるほどな。アニメの再現とかするのかな。誰の役やってるんですかね。うん、誰ですか ね、アニメね見てて俺はよく真似やったのはあの特報国、アニメじゃないけども、あれとかはあのアナゴさんとか、ね、若本さんの真似。ああ、若本さんの真似皆さん継続中じゃないですか。翌日中学校とかでこうね、あの昨日のミーターってやってる。似てる。中学校はそのクオリティだったら半端ないっすよ。いや、やんなかった。あの水飲み場で水を食って3人ぐらいで含んで、目の前のま、あのガラス窓がガラガラって開いたら俺がひょこって出てきて面白いこと言ってプッて開いたら負けっていう。やんない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 。あと給食でみかんが出るととりあえず息食いして笑わせる。やんないやんないやんない。ダメか。うん、早見さん、はい、真似はされる方する方？あ、真似する方ですかね。誰の真似？真似？黒柳徹子さん。そういえば意外なところに飛んだな。あ、中村言ってたそれ。うん、本当ですか。早見さんをラジオのゲストに呼んだのか。徹子やったのか、徹子って言ってたから。まあ、あまりやります。テクノラジオではやってないですけど。やってない。やって、徹子はどん、え、徹子どんなレベルで。皆様こんばんは。徹子の部屋でございまして。あら、杉田さんと梶田さん、今日はまた黒い衣装でお席ですね。あ、そうですか。あ、レコード中行きますか。はい、CM 行きましょう。クオリティだけ。だけな、おい。嘘。すげえ。徹子かなり研究してますね。その流れるような。一回研究したんです。面白い。一回研究して。うん、面白いな。